こんにちは、ゆびママです。冬になってみかんが美味しい季節になってきましたね。今日はマワナミカンというみかんを見てみました。旬の食べ物は美味しいし栄養もあってすごくいいですよね。冬生まれのマイベビちゃんは離乳食後期にして今回初のみかんです。一緒に食べるのが楽しみです。それでは作っていきます。ベビタイム。今回は2つみかんを使いたいと思います。まず皮を剥いで、さらに薄皮も全部取り除いていきます。包丁を使って切り込みを入れて剥いていくのもいいですが、キッチンバサミを使うのもおすすめです。かなり料理の時短になるので購入をおすすめします。9ヶ月頃のカミカミ期や1歳からのバックパック期はこのぐらいの大きさで与えようかなと思います。7ヶ月頃のもぐもぐ期では簡単に刻んでこのぐらいの大きさを与えるといいそうです。初めての離乳食ではペーストにして与えます。まず加熱していきたいと思います。水などは加えず、そのまま鍋に入れて加熱していきます。一煮立ちしたら火を止めてペーストにしていきます。加熱処理することで細菌感染を防いだり、胃腸の負担を減らしたり、アレルゲンの軽減をするなど効果があるそうです。火を通したのでペーストにしていきたいと思います。離乳食作り、特に初期はブレンダーがおすすめです。安くてもいいので購入をおすすめします。裏ごしをしていきます。取り残した皮が結構残っているので取り除くことによって舌触りが良くなります。赤ちゃんにとって初めての食べ物なので味もですが食感もとても大事かなと思います。初めの頃はとても手間ですが、裏ごしをした方が食べてくれる確率がアップするかなと思います。みかん2つで結構な量ができました。これを冷凍保存していきたいと思います。初めての食品は小さじ1ずつ与えて様子を見ていてください。2、3日様子を見て慣れたようでしたら小さじ1ずつ増やしていきます。小さじ3は大さじ1と同じなので途中から大さじで入れていきます。余ったらみかんシャーベットにして食べました。解凍するときは湯煎、電子レンジ、自然解凍などお好きな方法で解凍してください。量が少ない離乳食初期は湯煎でも十分に間に合ったんですが、量や種類が増えてくると電子レンジで解凍することが多くなりました。電子レンジで解凍するときはラップをふんわりとかけます。ワット数や時間は調節してください。甘酸っぱいマワナミカンの完成です。もしも水っぽすぎて食べない場合には片栗粉でとろみをつけてみると食べるかもしれません。さらに人参を混ぜて食べると大人でも美味しいデザートに変身します。生まれて初めてのみかん、美味しく食べてくれますように。